ミラーもうバイルンでできなくなったら引退しそうっすよね。ペレスと仲悪そうだったからあるかなぁとは。マドリーの方だいぶテンション下がったなっていう。対談するイメージが湧かない選手。ああ、アーノルドはクロップじゃなくなったら結構あるかなと思いますけど。誰だろうああ、でも、ああ、ミラーのバイルンかな。 ミラーとか。ミラーはもうバイルンでできなくなったら引退しそうっすよね。あロイスのドルトムート。あーモドルチマドリーもそうっすね。あデブライヌシティもそうだね。うん、ヘンダーンもそうか。あマウントチェルシーもそうっすね。そうメッシュも対談しなそうと思うんだけど何起こるかね。そうなのよだ。ラモスもね。でもラモスは結構な会長とペレスと仲悪そうだったからあるかなとは。今、今挙げた選手たちほどない感じじゃなかったけどね。皆さん今まで最もショックだった移籍ってどうですか移籍しなかったっていうのでエンバペースね。 今季のラリーガの楽しみ結構半分ぐらい減ったな。マドリーバルサ両方楽しみに見たいのに、マドリーの方だいぶテンション下がったなっていう。 それでショックでした。あとはまあ普通に飯かな。今までの遺跡で、売り上手また買い上だなと思った遺跡ありますか。売り上手はシティのフェラントーレスですね。すげえ金売ってるでしょ、バーチ買い上手は、ユベントスのフリーの選手今日とか、アドリーのもらった。あ、そっか。あ、あとあれですね、ユベントスのポグバとかそうじゃないですか。毎回フリーで取って毎回ユナイテッドが金使ってるって。ああ、でもリバプールのネコイリアンスはそうっすねそう。日本人安すぎてみんな買い上手なの。そうだね。三マとかね、田中もそうだし。